で、じゃあこれでですね、その計算量がどのぐらい改善するかということを見積もります。で、なお、実はこれまでの授業では、除算に関する計算量の説明っていうのはあまりきちんとやってきておりませんでした。ですので、次回の授業でその除算に関する計算量を一通り説明します。例えば単精度数と単精度数の除算とか、あと多倍長数と単精度数の除算とか、あとは中国乗算法の除算、計算量についても次回の授業で詳しく解説します。で、今回はとりあえず、ちょっと説明する前ですので、これはこういう計算量だということをあらかじめ仮定した上で話を進めたいと思います。で、先ほどのアルゴリズムですね、の計算のステップを一通り見ていきますけれども、まずここの1ステップ目では、その一応あらかじめ N1 から NK にはですね、求めておいた素数を当てることにしまして、ですので、まあ、ここでは新たな算術計算はないということにしておきます。で、次のステップなんですけれども、この各項 Ni ごとにですね、この AI と、行列 A と B の、まあ、乗与となる行列を求める部分なんですが、まず一番外側ですね、一番外側はこの項の数の回数だけ、項の個数だけ繰り返しが警戒を行われるんですけれども、先ほどのアルゴリズムの前に説明したところから、この項の個数 K というのは、オーダーの L と取ればよいということで説明しましたので、まずこのループ警戒の分はオーダーの L となります。で、次に、これは各 Ni ごとにですね、その行列の整分だけ繰り返し起こりますので、これはループが N2 乗回発生します。で、ここの、今出たところの計算量は、詳しくは次回の授業で説明しますけれども、長さ L の多倍長数を単精度数で割るんですね。今、A の RT 成分とか B の RT 成分っていうのが長さ L の多倍長数で、で、Ni っていうのは単精度数でしたから、まあ、長さ L の多倍長数を単精度数で割る演算になります。で、これは実は O のオーダーの L という形になります。ということで、このステップ2のですね、計算量の合計は、オーダーの M2 乗かけるラージ L の2乗というふうに見積もられます。で、次に、行列の実際の積を計算する部分なんですけれども、まず、この一番外側のループは、項 Ni に関する繰り返しですので、警戒の繰り返しで、その繰り返しの大きさはオーダーの L で見積もられます。で、次に内側の2つのループは、そのある各項 Ni ごとに、まあ、1個の行列の積ですね、を1個の行列のすべての成分について計算しますので、まあ、繰り返しの回数は M2 乗回あります。で、この下の C の i ですね、C の i の RT 成分を計算するっていうのが、各行列の成分の積を計算するところなんですけれども、ここは全部単精度の演算で行うことができて、で、乗算が M 回と、それから加算が M-1 回ですので、ここでの計算量はオーダーの M ということになります。ということで、以上をまとめますと、このステップ3の計算量の合計というのが、オーダーの M3 乗 L でまとめられます。で、最後に、このですね、項 N1 から NK で取った K 項の行列に対して、中国乗与算法でその整数上の行列を復元する部分なんですけれども、まず、外側の2つのループは、これは求める行列の全成分について繰り返されますので、ループ M2 乗回繰り返されます。で、次の部分は、これは詳しくは次回の授業で説明しますけれども、この部分は中国乗与算法によって、オーダーのラージ L2 乗で抑えられることが分かっています。ということで、このステップ4の合計の計算量が、オーダーの M2 乗 L2 乗ということになります。以上をまとめますと、各ステップごとの計算量がこのような形でまとめられまして、ステップ1は特になしと。で、ステップ2がオーダーの M2 乗、L2 乗。それからステップ3が
オーダーの M3 乗 L で、ステップ4がオーダーの M2 乗 L2 乗ということで、まあ、その中でですね、その比較的オーダーの指数の大きいものを取ってくることで、合計がですね、オーダーの M3 乗 A プラス M2 乗 L2 乗ということになります。で、今日の授業時間の最初の方で説明しました従来のアルゴリズムによる多倍調整でそのまま計算した場合の行列の計算量がオーダーの M3 乗 L2 乗でしたので、まあ、それと比べますと、L に関する指数が1個落ちているか、あるいはその M に関する指数が1個落ちているということで、まあ、全近的にはこのような形で効率が測られるということが示されます。ここまででしょうか。一応最後、今日の最後では、その計算例でですね、実際にどのように計算、この法を取った行列の積の計算がどう行われるかというのを示しております。テキストの例の 4.70 という例題がありますので、テキストを持っている人はそちらをご覧ください。で、ここでは A と B として、こちらにありますような3行3列の行列の積を計算します。で、それに対して、行列のですね、各成分の絶対値の上階などから、行列、この A と B の積の成分の絶対値の上階を計算してですね、で、法 N としては864よりも大きいような法の積を取ればよいということになります。で、ただこの N というのは N1 から NK ですね、の法の積が864を上回ればよいということですので、今回は法の個数を3個にしまして、で、具体的な法としては、N1 が9、N2 が10、N3 が11という形で、まあ、互いに相な3つの整数を取っております。で、N1、N2、N3 の積が990ということで、まあ、このアルゴリズムにおいて必要とされる、法の864を上回っております。で、まず、この A と B ですね、その Q を法とした乗与を計算しまして、でしかもその代表限は、この場合、Q ですので、マイナス4からプラスの4の範囲で収まるように表しているんですけれども、まあ、そうしますと、A モド Q というのは、まあ、と B モド Q というのはこういう形になりますので、で、その積を取るわけですね。で、積を取っ、これらの行列の積を取って、さらに、Q を法とする乗与を取りますと、こういう形になります。それで、同じようにして、10と11についても、各行列 AB の、法 NI で、法 NI での乗与を求めて、それの積掛け算をして、さらに掛け算の結果をまた10だったら10で割った乗与を取るという形になります。で、最後にこの AB モード9と AB モード10と AB モード11の結果から各成分に対して中国乗算法を使ってその整数上の成分を復元することで、まあ、AB としてまあこういう行列を得ることができます。ということで、まあ、非常に駆け足かもしれませんけれども、一応こういう形でその具体的な行列積をですね、まあ、モジュラー計算ができるということを示しました。ここまでいいでしょうか。はい、ということで今回はその、まあ、モジュラー算法について、紹介いたしまして、それからそのモジュラー算法の一つとしてその中国乗与算法によるその行列積の計算の効率化について紹介をいたしました。で、まあ、次回はですね、今日の説明でですね、その仮定として用いた、まあ、序算の計算量、それから、拡張ユークリッド誤助法の計算量、それあと中国乗与算法の計算量についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。まで何かございますでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。